キリスト教会がお送りする世の光世の光の時間ですお元気でお過ごしでしょうか関根弘之です旧約聖書の創世記を今読んでいますこの世界の誕生そして人間の誕生そして神様に背を向けてしまった人の姿が描かれています本来人は神様により頼み神様の支えと助けの中で生きていく存在として形作られました しかし人は神のようになりたいという高慢な思いを持ち結局神様が備えてくださった園から離れざるを得なくなり生きていくことになったのですしかしそれはこれまで経験しなかった苦悩と苦労が続いていきました最初の人アダムとエバにカインが生まれ次にアベルが生まれましたしかしなんとカインが弟のアベルを殺してしまうという大事件が起こったのです その結果カインは住み慣れた土地から離れざるを得なくなり今度は誰かが自分を殺すのではないかという恐れを抱きながら地上をさまようさすらい人になってしまいましたカインのその後はどうなったのでしょう創世記4章17節にカインはその妻を知った彼女は身ごもって絵の具を産んだと記されています 私が中学生の時同級生の中で成績の大変良い友達がこう言ってきました「おい関ねえ俺も聖書を読んだぞでもなあれはでたらめだ創世記4章を読んでみろよ最初の人はアダムとエヴァだろそしてカインとアベルが生まれたけどアベルはカインに殺されてしまったわけじゃん。だからその時点ではアダムとエヴァとカインの3人しかいないわけだよねそれなのになんでカインは結婚できちゃうわけ 誰と結婚したんだよ創世記はさデタラメなんじゃないのそう言ってきたのですあなたはどう思いますか創世記を記した人が中学生でも指摘できるような誰にでもわかる処方的なミスを犯したということなのでしょうかまたはこれは単なる神話やおとぎ話に過ぎないのでしょうかしかしもし聖書がその程度の書物なら なぜこれほどまでに大きな影響力を持ち続けているのでしょうカインの妻がどこから来たのかということについて聖書は何も説明していません。それはカインが誰を妻にしたかということよりもカインがその後どのような歩みをしたかということの方が大切なテーマ主題となっているからです。カインのそののそ後をを記録することとによってて聖書は人としての生き方や在り方やり 教えようとしているわけですね。次回はそのことを見ていきましょう。キリスト教会がお送りする。世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。旧約聖書の創世記を今読んでいます。最初の人アダムとエバにカインが。次にアベルが生まれました。 しかしなんとカインが弟アベルを殺してしまうという大事件が起こったことが記されています。その結果はカインは住み慣れた土地から離れざるを得なくなり地上をさまようさすらい人になってしまいました。創世紀4章17節にカインはその妻を知った彼女は身ごもって絵の子を産んだと記されています。昨日もお話をしたように この時点でどうしてカインは誰と結婚できたのだろうと疑問が生じますそのことに関してはこう推測することができます神様はアダムとエバをお作りになった時埋めよ増えよ地を満たせとお命じになりましたですからアダムとエバから多くの息子や娘たちが生まれたことでしょうですからカインはアダムとエバから生まれた女性つまり妹を妻にしたとも考えることができるわけです ただ聖書はそのことについては何も説明していませんそれはカインが誰を妻にしたかということよりもカインのその後の生き方を記録することによって人としての在り方を教えようとしているからですさてカインは生まれた子供を「エノクと名付けましたまた自分が建てた町にも「エノクという名を付けましたこの「エノクという名前は「 新しい家を公式に開くという意味のある名前です。彼は過去を忘れて、新しい歩みをしていきたいと思ったのかもしれません。自分の再スタートのために街を建てたのかもしれませんね。しかし、そこには、残念ながら、神様の彼女も登場しません。詩編の百二十七編の一節から二節には、こう書かれています。主が家を建てるのでなければ。 立てる者の働きは虚しい主が町を守るのでなければ守る者の見張りはむなしいあなた方が早く起き遅く休みロ苦クの糧を食べたとしてもそれはむなしい実に主は愛する者に眠りを与えてくださる町を作ることは決して悪いことではありませんしかしカインは再出発を考えていくとき 神様に頼るのではなく、神様抜きの自分の力のみに頼って生きていこうと考えたのです。しかし残念ながら、神様抜きのカインの態度は、カインの子孫にも伝えられていきました。そしてその姿は、ますます高慢なものとなっていったのです。キリスト教会がお送りする、世の光 世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか関根博之です。旧約聖書の今、創世記を読んでいます。最初の人、アダムとエバにカインが、次にアベルが生まれました。しかし、なんとカインが弟のアベルを殺してしまうという大事件が起こったことが記されています。その結果、カインは住み慣れた土地から離れ、しばらくして町を建て、新たな歩みが始まっていきました。しかし、カインは神様の前に、 謙遜に生ききるのののでではなく神様抜きの歩みを始めていったのですしかし次から次へと子供が生まれ何代もそのカインの家は続いていきました周りから見たら全てがうまくいっているかのように見えたことでしょうカインの家は何と繁栄しているのだろうと見えたかもしれませんそのカインの子孫にレメクという人が生まれましたレメクとは「強い者」という意味の名前です 彼はまさにその名の通り頼れるのは自分の強さ力だけと考えるような人だったようでしたこのレメクは2人の妻をめとったのです一夫多妻の始まりですね創世紀の2章には「それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い2人は一体となるのである」と書かれています決して「男は妻たちと結び合い」とは書かれていませんね結婚とは 一人の男性と一人の女性が結び合い二人が一体となることだと神様は想像の初めから定められておられるのですところがレメクは結婚という大切な人格的な結びつきを否定する行動をとりました二人の妻を持ったのですそれは自分の強さや力を誇示するためだったのでしょう私たちが旧約聖書を読む時に 違和感を感じることの一つは、この一夫多妻ということです。神様に従ったあの有名なダビデさえ、何人もの妻を持っていました。そして聖書には、一夫多妻はいけませんとは、はっきりどこにも書かれていません。では、聖書は一夫多妻を認めているのでしょうか答えは、ノー、いいえです。聖書には、一夫多妻の家に、家族の中に大きな争いや憎しみ、 そして悲しみがもたらされたことが繰り返し記されていますそうした数々の一夫多妻がもたらす出来事を通して一夫多妻の愚かさを教えているのです神様は男女が一体となって助け合い愛し合う結婚の形を定めてくださいましたその姿を軽んじていくときに様々な問題が生じることを聖書は教えているのですねキリスト教会がお送りする世の光 世の光の光時間でででですすおお元気でお過ごしでしょうか関根之アダムとエヴァの息子はカインとアベルですしかし兄のカインが弟のアベルを殺してしまうというとんでもない出来事が起こりカインは住み慣れた土地から離れていきましたしばらくしてカインは町を建て新たな歩みが始まっていきましたそしてカインの家は次から次へと子供が生まれ何代も家は続いていきましたそのカインの子孫に レメクという人が生まれましたレメクとは強いものという意味の名前です彼はまさにその名の通り頼れるのは自分の強さ力だけと考えるような人でしたこのレメクは二人の妻をめとりました一夫多妻の始まりですねそしてレメクに三人の子供が生まれたことが書かれています一人はヤバル彼は牧畜を行うものとなりその働きを発展させていきました そして2人目は建琴と笛を巧みに演奏するものになりました芸術を発展させるものになったのですそして3番目の「とばるカインは」は聖堂と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であったと書かれていますこれは技術や科学の発達を意味しています人には生理的な欲求があります生きていくために必要に応じて食べたり飲んだりといった衣食住ですね 人はまた美しさをを求求求めめるる欲求がありますす芸術的ななものを求めるそんな心です美しい絵画を見たり自然の景色を見たりまた奏でられる音楽を聴くと感動し心が癒されますね。ですからこの世界に芸術がなければ無味乾燥した世界になってしまうでしょう。そして人間には知的欲求があります。それによって新しい発見や発明がなされていきました。 科学や技術の発達は知的欲求のなせる技でこうしたものが私たちの生活を快適にさせ便利にさせてくれるわけですですからこうしたことはどれ一つとっても決して悪いものではありませんそれは神様が人に備えてくださったものであり生活を豊かにしていくものだからですしかし問題はもし人が謙遜さを失い 神様を崇めようとせず、ただ自分の力の孤児のためにそれを用い、自分がまるで神であるかのような振る舞いになっていくとき、その文化は限りない危険性をはらんでいるということを知っておかなければなりません。カインの末裔たちは文化を発展させていきました。しかし神様の前で謙遜さを忘れてしまうと、人間を危険へと導くものへとなってしまうのです。キリスト教会がお送りする、 世の光世の光の時間ですお元気でお過ごしでしょうか関根弘之です前回はレメクという人のことを紹介しました彼はカインの末裔で強いものという意味を持つ名前が付けられた人物でした彼はまさにその名の通り頼れるのは自分の強さ力だけと考えるような人でしたそしてレメクは二人の妻をめとりました このレミクに三人の子供が生まれ、さまざまな文化を発展させていきました。それらのものは、私たちの生活を快適にさせ、便利にさせてくれるものです。どれ一つとっても決して悪いものではありません。しかし問題は、もし人が謙遜さを失い、神様を崇めようとせず、ただ自分の力を誇示するためにそれらを用いていくなら、その文化は限りなく危険性をはらんでいるということを知っておかなければなりません。 さて三人の父親であるレメクは自分の妻たちの前でこんな歌を歌いました「レメクの妻たちよ私の言うことに耳を傾けよう私は一人の男を私が受ける傷のために殺す一人の子供を私が受ける打ち傷のためにカインに七倍の復讐があるならレメクには七十七倍」こう歌ったのです。自分の強さを誇り 恐怖を与えることによって人を支配しようとする歌を歌ったわけですねレメクは私が受けた傷のためには一人の人を私の受けたち傷のためには一人の子供を殺すと歌っています一体どういうことでしょうかそれは人が自分をちょっとでも傷つけたら容赦はしない必ず殺してしまうぞ大人であっても子供であっても容赦しないぞというわけですさらにレメクは カインに7倍の復讐があるなら、レメクには77倍と豪語しました。やられたらやり返せ、倍返しだは、まあ、まだ可愛い方ですね。やられたら77倍返しだというのが、レメクの姿です。つまり徹底的にやり返すというのです。このような態度は、結果的に何を生み出すのでしょう。それは復讐の連鎖です。そして争いは限りなく激化していくのです。残念ながら、 レメクの語った言葉は世界中に至るところで今も生きていると思いませんか私たちは今も毎日同じような光景をいろいろなところで見ているではありませんかこのように聖書はカインの子孫が自分の力により頼み人を恐怖によって支配しようとする姿を記していますしかし結局この姿は破壊へと向かっていく姿であり 強さをただ履き違えているのだということを、聖書は教えているようですね。キリスト教会がお送りする、世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。カインの子孫であるレメクは、強い者という意味のある名前です。しかし一方で、創世記四章の後半から、もう一人の歩みを聖書は記しています。 それはアベルが兄カインに殺されてしまった後アダムとエヴァから生まれた息子セツとその子孫のことが記されています創世紀四章二十六節にセツにもまた男の子が生まれたセツは彼の名をエノシュと呼んだその頃人々はシュの名を呼ぶことを始めたこう記されていますカインはアベルを殺した後両親のもとを去っていきました アダムとエヴァにとってこの出来事は大きな衝撃となり悲しい現実となりましたしかし神様はアベルの代わりに説を授けてくださったと記されているのです「説とは「備える」という意味の名前ですアダムとエヴァはこの説が誕生した時神様が私たちにこの説を備えてくださったこの子をアベルの信仰を受け継ぐ者としてくださるようにと願ったのかもしれません そして、説に男の子が与えられました。説はその子をエノシュと名付けたのです。このエノシュという名前は、前回お話ししたカインの子孫、レメク、これ強いという意味の名前でしたよね。レメクとは正反対の言葉で、弱いとか脆いという意味なんです。そしてこのエノシュという言葉は、聖書の中で人という意味でも使われています。人は神様なしには、 全く弱い存在なんですね自分をレメク強いとみなし自分の力のみに頼り生きていこうとする人生がありますしかしその一方で自分はエノシュ弱いと認め神様の支えの中で生きていく人生もあるのですそしてこの二つの人生は大きく違います自分がエノシュであると認めて生きていくときに生まれてくるものがありますそれは祈りです 人は自分の弱さを自覚した時天地を創造し命を与え支えてくださる神様に向かって祈ることが始まるのですレベクの姿は壮絶な復讐の連鎖へとつながっていきましたしかしどんな時にも主の皆によって主を崇め祈っていくこの姿は神様が共にいてくださることを味わう恵みの連鎖へとつながっていくのですあなたは自分を強いと誇示して生きていく人生を選びますか それとも私は弱いだから神様あなたが必要ですと求めながら生きていきますかポッドキャストでお聞きいただいている「世の光は」は全国7つの放送電動協力会の協力でお送りしていますところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか各地域の放送電動協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています最寄りの駅名 もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係ではわかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送電動協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号七七零の八六九一七七零の八六九一徳島中央郵便局 四書箱46番「世の光」です。